皆さん、大井講堂お疲れ様です。応援されてますね。これこそが国民の声なんじゃないでしょうか。にもかかわらず、あのエネルギー基本計画とは一体何なんでしょうか。民主党が作った原発ゼロさえ投げ捨てて、原発を重要なベース電源として引き続き活用、核燃料サイクルもやる、ふざけるなって言いたいと思います。ふざけるな、ふざけるな。でも皆さん、このエネルギー基本計画出されたのは国会が閉会されてからです。そして1月国会が開かれる前に閣議決定しようとしている、これだって許せません。でもそれはなぜかって言ったら、政府はこの国民の声恐れている証拠なんじゃないでしょうか。野田首相だって大きな音がすると言った。安倍首相はこの国会が終わってから嵐が過ぎ去ったと言ったそうです。それだけこの国民の声が怖い、怖がっているのは政府与党の方なんじゃないでしょうか。